それでは採取してきた海洋プラスチックごみを分類と漂流していきます。こちらのお手伝いをしてくれるのは学部4年生の末竹さんです。はい、4年生の末竹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは先ほど採取した海洋プラスチックごみを分類していきましょう。はい、これ種類ごとに分けていくっていうことなんですけど、はい、どんな風に分けますかね。そうですね、まずこちらにボトルで、こちらにフィルムのようなもので、その他のプラスチックで、こっちに発泡スチロールなどのとか紐とかを分類していきたいと思います。はい、じゃあボトル、分かりやすくボトル、これボトルですね。そうですね、ペットボトルもボトルですね、これもボトルですね。それもそうですね。あとは、あ、これも、はい、なんだろうこれはその他になるので、その他、ここでお願いします。はい、これも同じですかね。そうですね、これもその他ですね。はい、これは何ですかね。これもその他に入りますね。じゃあここ、はい、はい、これもその他ですか。そうですね、はい、あとはこういうのはフィルムになるので、ここでお願いします。はい、これもかな。そうですね、これ何ですか。これはホースみたいなその先生、これはこれはそうですね、おそらくあのプラスチックの何かのホースだと思うんですが、うん、まあ、あのこういったものは基本的にこういう時のカテゴリーではあのその他製品という枠になるので、これは多分こちらで分けていただいて大丈夫だと思います。 あ、はい、あとはここは発泡スチロール、こういうのですね。はい、これはここ、はい、紐はどこですか。紐も発泡スチロールと同じところに。はい、この辺りの発泡スチロールとか紐は、まあ、この紐はちょっと難しいところかなとも思うんですけど、うん、環境省の調査なんかだとこういったものはあの漁具ですね、漁業に使うブイとか網とか、うん、そういったものに由来するものとしてカテゴリーされてますので、うん、これはそこでお分けいただいて大丈夫だと思います。はい、分類が終わりました。こんな感じになりました。発泡スチロールとかは今回はあまり多くなかったですね。はい。意外とラベルとかもそんなにない。ボトルも少なめですね。その他がすごい多いですね。じゃあそれでは種類ごとに分けたゴミの数と重さを測定していきましょう。はい。ボトル類を測っていきましょう。はい。乗せていきます。はい、はい、ありがとうございます。こうやって調べてみるとボトルも見た感じちょっと多い感じがしますし、やっぱりその他が多いですね。そうですね、あのこういったプラスチックどういった種類のものが流れてくるかっていうのは結構どういう海域でやるかによって違うんですけど、あの一般的には今回あんまりなかったこういう発泡スチロールとかロープとか網みたいな漁業に使うものが結構多い傾向にあるんですけども、今回あの楓さんと調査に向かった日和山の場所は海水浴場ですので、やっぱりその海水浴にいらっしゃる人が、まあ、どうしてもいろいろ持ってこられて遺留物が出てしまうっていうのが一つあるのかなと思いますね。あとはあの近くに信濃川、阿賀野川が流れ込む河口があるので、あの川から流れてくるゴミっていうのも結構来やすい、まあ、こういったあたりのものを見ていただくと、これあの園芸なんかで苗なんか売ってる時によく見るポットですけど、こういうようなのを農業でも使われるので、うん、そういったものが川から流れてきてぐるっと回って戻ってくる、そういった形でここがちょっと多くなったのかなと思いますね。日本海側ってやっぱりゴミが多いんですね。そうですね、日本海はどうしても大陸のいろんな国、あの例えば韓国とか あと中国の北のあたりですね、うん、
その辺から流れてくるゴミも多いので、うん、太平洋に比べるとかなりゴミは多めですね。でもやっぱり今回は海水浴場だから少なめなのかなっていうことですね。そうですね、あの大体、まあ、あのゴミは1年中流れてくるんですけど、うん、夏に海開きする前はやっぱりあの海水浴場を運営してらっしゃる方々が片付けますので、うんうん、で今回調査は、まあ、海水浴シーズンが終わった後ぐらいでやってますので、どちらかというと海水浴にいらっしゃった方から出たゴミとかが主流になってるのかなと思いますね、うんうんうん。でもやっぱりあの行ってみてそんなに多くないなっていうのを思ったので、綺麗な方なんだなってやっぱり思いました。そうですね、あの日本海側の本当にゴミが多いとこだと、もう海岸線がゴミに埋め尽くされてるような状態に、特にあの人の手が入らないとこだとなることもありますので、今回のところは比較的綺麗な海岸線だったなと思います。それでは今回の結果について見てみましょう。まず漂着ゴミ量の算出の仕方ですが、今回時間の都合でこのように海岸線の5メートルの長さの範囲についてゴミを集めました。集まったゴミの量は体積にして 17.5 リットルでした。比較対象になる環境省の調査では、50メートルの範囲のゴミを集めて体積を計測していますので、5メートルと50メートルで体積を10倍に換算して、50メートルあたり175リットルのゴミが漂着していたということになります。楓さんに数えていただいたゴミの数をもとに、このように個数に基づいた組成割合を出すと、こういった分布になります。次に今回の調査結果を環境省による全国での漂着ゴミの調査と比較してみましょう。今回の調査における漂着ごみの量は50メートルあたり175リットルでしたが、環境省による調査では最も少ない地点で218リットル、最も多い地点では18,604リットルでした。このように50メートルあたりのごみの量で比較した場合、日和山浜のごみの量はかなり少なめであることがわかります。これは日和山浜が海水浴などに使われる場所であることから、また今回の調査が夏の海水浴シーズンが終わった後に行われたため、海水浴シーズンにゴミの清掃が行われていることが影響したのではないかと考えられます。次にゴミの中身を見ますと、日本海側のいくつかの地点ではこのオレンジ色で示してある海域由来のゴミが多いです。これはどういったゴミかと言いますと、漁網であるとか、ロープであるとか、ブイであるとか、海で使われる水産業関係のものが流れ着いたものです。日和山浜ではこういったゴミは少なく、むしろこの青色で示してある、その他製品のカテゴリーのゴミが多くなっています。これは、さまざまな遊泳者が用いたものなどの遺留物などが多かったため、そういった形で遊泳者などにこの海岸がよく利用されていることがゴミの組成に影響したのではないかと考えられます。参考に外国、特にヨーロッパの沿岸における漂着ゴミの結果も見てみましょう。こちらは欧州委員会が行った調査の結果を示したものです。これを見ますと、北東大西洋やバルト海、この辺りの海ですね、ここら辺りではこの水色を青の枠で囲ったショッピングバッグ、レジ袋の割合がそれなりに多くなっています。地中海や黒海においても同様にそれなりの割合でレジ袋が見られます。また地中海や黒海、沿岸に都市部などが多いこういった海においては、プラスチックボトル、赤系の色で示されているもの、これの割合も多くなっています。その一方で、こちらのオレンジ色で示されているネット、これは漁網ですね。こういったものの割合、先ほどの結果では海域由来としていたものですね。そういったものの割合は低くなっていて、日本の沿岸域とはだいぶ性質が異なったゴミが確認されていることがわかります。このように、海から漂着する漂着ゴミの量や中身は、
その海岸線がどういった海域に面しているか、どのように使われているかによって、かなり異なってくることが分かりましたね。